はい、どうもジルです。今ですね、緊急で動画撮っていて、これはちょっと広めとかないといけないなと思ったんで、動画の方撮ってます。こちらですね、お知らせの不具合のところに今一番上に来ているもの、はい、iOS15.4.1 アップデート後アプリが強制終了することがある現象についてということでですね、こちら事象の内容が iOS15.4.1 アップデート以降アプリが起動時に強制終了となることがあるということで、これですね、ジールの方でも、動画とか YouTube のコミュニティの方にコメントいくつか来てました。現状最新バージョンであるこの 15.4.1、こちらにアップデートしていると、ゲームがそもそも起動できない、起動しても、落ちてしまうといった現象が発生しているので、とですね、アップデートを考えている人、あとは自動アップデートをオンにしている人はですね、こちら切っておいて、アップデートをしないようにしておいてください。ここにもですね、ゲーム内の対応としては今検証と調査を進めているっていった状態で、運営の方からもね、アップデートをしないでくださいっていう風に出てるんで、とりあえずプロセカユーザーの方々は、最新バージョンへのアップデートはしないようにしてください。すでにね、アップデートしてしまったよって人に対しては、何も書かれていないので、もうここに関しては多分対応待ちになると思います。もしね、複数端末持ってるとか、まあ、昔使ってたスマホが残ってるとかいう人はね、そっちをバージョンアップせずに使ってみてはどうでしょうか。で、現状もうどうしようもないって方は、運営のね、対処を待つといった形になります。はい、こちらですね、広めておかないとプロセカをプレイできなくなるユーザーが増えてしまうので、皆さんね、よかったら SNS 等で拡散していただけると嬉しいです。またね、動画に高評価を押すことでも、動画が拡散されるので、ぜひ皆さんね、高評価の方もよろしくお願いします。はい、ということで短いですが終わっていきます。皆さん拡散の方ね、協力よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。